先月22日、大阪・の花区のユニバーサル・スタジオ・ジャパンで起きた停電では、ジェットコースターで乗客が地上からおよそ40メートルの頂上付近で一時取り残されるなどしました。関西電力送配電は、これまで、電力需要が供給を上回ることによって起きる広範囲での停電を防ぐため、変電所周辺で小規模な停電を起こすシステムが誤作動したとしてきましたが、きょう新たに発表を行い、 鉄塔工事のために一部の送電線を遮断したところ、システムが作動する条件と一致してしまったため、作動したと明らかにしました関西電力送配電は今後、同様の作業を行う際は、システムの機能を停止させた上で行うとしています。